堺様私の名は玄宝疲れた民を励まそうと努めております良い心がけだな菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りませんそこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております上り旗は見つかりましたか ちょうど今足立家について記された巻物を読んでいたところです初代は対馬の始祖と呼ばれてたそうですがそのいわれはご存知ですか島中にあるかがりび台と有明の小金寺を建てたからだな叔父上の城の守りを強くする際は足立殿も手を貸してくださったらしい建物の弱みを見つける際もあり槍川の反乱の檻も尽力されたさようなことが 教えてくださり、恩に来ますご尽力くださり、誠にありがとうございました旗はお持ちですか 武家のお話をご存知なのは今や津島には数えるほどしかおりませんどうかお話をお聞かせくださいうん今から少し昔のこと俗に囲まれたことがあってな一人で戦おうとしたところ急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった振り向くと長尾家の弓取りたちが 丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと、俗も聞いていたのだろう。おかげで、諍いはその場で終えることができた。その夜、酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。ご尽力くださり、誠にありがとうございました。